聖書に、心の清くないものは神を見ることができないという言葉が書かれていますが、私とイエス様との出会いはこの言葉から始まりました。初めてこの言葉を耳にした時、心の中でそれはおかしいと思ったのです。なぜなら私の心は清いのに、今まで一度も神様を見たことがない。その私の声をまるで聞いていたかのように、その先生は続いて言われました。あなたがもし電車に乗っていたとして、後ろの方からあなたの親友と言われる人の悪口が聞こえてきたとしましょう。その時あなたはどのような気持ちになりますか？私は良い人なので、もちろん友人の悪口を言っている人のところに行って、私の友人はそんな人ではないわと弁護するだろうと考えました。ところがその講師は、私の思いとは裏腹に、あなたは友人の悪口を聞いたとき、なぜか心の中でホッとしませんか？そして悪口を言われている人よりも自分が少し良くなったような気持ちになりませんか？それが聖書の言っている罪です。私はその時はっきりと私の中に罪があることを知ったのです。今までそれを認めていなかっただけで、外に向かってはただ良い人そうに振る舞っていただけに過ぎない自分であったことに気がつきました。生まれて初めて真実な心からの祈りを神様にお捧げしました。神様、私の心は汚れています。汚い私を許してください。その祈りに応えられたかのように、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのですと語られた講師の御言葉が、まるで生き物のように私の心の中に入ってくるかのようでした。心の中にできてしまった罪のシミは、強力な洗剤を持ってもまた白くしたりすることはできませんが、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださることを信じただけで、内側に潜んでいた妬む心や自分に良くしてくれない人を悪く思う思いから解き放たれていったのです。その時いただいた平安と喜びは計り難いもので、それから50年が過ぎた今も変わることがありません。